承知しました。受け入れの準備をいたします。脱獄囚か、それも札付きの常習犯。13社スゴロクはじめ主任監視部長を呼べ。ゼロ99番、これより貴様を難波刑務所へ移送する。助けてください。離れろって、監視長に呼ばれてんだ。僕もう限界です。限界？だってひどいんです。13房のやつら完全に僕舐められてるんです。はあ、やっぱりあいつらか。お前は監視なんだからもっと堂々としてりゃいいんだよ。ビシッと言ってやれ。そんなこと言われてもこいつら僕の言うこと一切聞いてくれないですよ。だったらぶん殴ってでも言うこと聞かせろ。そんなことできるの主任だけですよ。僕が見回りに行くと。何何だって。ビビってやがんの、ビビってやがんの。君たちね。わかりやすいよね、聖太郎くん。15番、11番、25番、69番ちゃんとしてください。呼び捨てにしてんじゃねえっつろ。無理に真顔になるな。イケメン撃つぜ。イケメンしな。クリア、監修撃破だよ。ですイケメンなのは僕のせいじゃないのに。こいつ遊ばれてんな。僕この仕事向いてないのかも。やめて別な仕事探そうかな。お前のこの仕事に対する覚悟はその程度のもんだったのか。でももう少し頑張ってみろや、聖太郎。主任、ここの仕事くらいで音を上げるようじゃどんな職業だって続きやしねえ。ここよりも過酷な仕事ってそうそうないと思います。だがな、そいつはつまりここの仕事ができりゃどこへ行ったってやっていけるってことだ。仕方ねえ、俺があいつらの扱い方ってのを教えてやる。本当ですか？ぜひ教えてください。まず今から言うことをやっとけば奴らの行動力は半減するはずだ。まずは11番。あのよく喋る子ですね。あいつは根っからの女好きだからな。女関係のネタならすぐに食いつく。女関係のネタって？ま、女性誌のアンケートページの切り抜きでも渡しておけばいい。アンケートでいいの？次に69番。
顔つきが怖いですよね。あいつは喧嘩好きだが、それ以上に食い意地が張ってる。波じゃねえ。何か食べ物を差し入れろと。今日の食堂の献立表でも渡してやれば、しばらくおとなしくなる。小学生か！25番。あの4人の中じゃ比較的いい子ですよね。あいつは超簡単だ。簡単？裏を返せば一番難しいとか。アニメをつけっぱなしにしといてやればいい。あと歌詞でも渡してやれば、もうテレビの前から動かない。もう幼稚園生。最後に15番だが、1番の問題児ですよね。目を離すと脱獄ばっかり。こいつの趣味特技は脱獄だからな。間違いなく脱獄はする。じゃあどうしようもないじゃないですか。いや、大きな盲点がある。盲点？あいつの場合、他の3人が乗り気じゃなきゃ、あいつ自身のやる気も4割なくすから、逃げても捕まえやすい。さっきの方法で他の3人を釣ってからっていうのがコツだ。あとは適当に相手してお昼寝でもさせろ。どうしよう、看守というより保育士さんみたいな仕事ないよ。まあやってみろ、効果はあるはずだ。じゃあ行ってくるぞ。本当かな。新しい囚人ですか？そうだ、君に預ける。13棒に収監しろ。13棒に？他に囚人数の少ない棒もありますが、なぜ13棒に？新しい囚人の資料だ。これは？どうだ、華々しい脱獄歴だろう。この男が入ることで何が起こるか。13棒にもここらで劇薬の投入が必要かと思ってな。わかりました。午後の到着をもって13棒に収監します。百式監視長。ん？何を狙っておいでですか？狙い？さてな。私の狙い。狙い。下の名前で呼んでもらいたいの。あ、主任、お帰りなさい。どうだ、13棒の奴らの様子は？はい、主任に教えてもらった方法で彼らとの付き合い方が分かりました。おお、仕事が早いな。ええ、今も今月の女性誌アンケートの切り抜き、2日分の献立表、お菓子各種とアニメ情報誌を持ってくるように言われたので持ってくところです。あと、とりあえず脱獄だけするっていう15番と、15分後に中庭で待ち合わせて捕まえに行くことになってます。おかげでいじめられずに済みました。主任、なんか僕自信出てきました。あー、忙しい。ダメだ、あいつ完全にパシられてやがる。あ、おい、聖太郎。はい。午後から13棒に新しい囚人が入る。準備しておけ。やっとあの4人といい関係が作れたのにですか？いい関係とか言ってんじゃねえ。さっき食堂で聞いたんだが、ここに新入りが来るらしいぞ。新入り？何それ？どんなやつ？知らん。午後に収監されるらしい。どうする？この前捕まったバラバラ殺人の犯人だったら。おいおい、勘弁してくれよ。怖いよ、そんな人と一緒に住むの。新入りだ、入れ。お初にお目にかかります、拙者囚人番号99番、つくも。この度13棒に入所いたした。何これ？喧嘩とかすんじゃねえぞ。御意。変なのが来たな。おい、おい、これってまさか。だよな。あ、ジャパニーズ忍者。いかにも拙者は忍びでござる。すっげえ生忍者、初めて見た、かっけえ。本当にだな、ジャパニーズ忍者。さすが日本、やっぱり日本。バーカ、今時そんなこってこての忍者いるかよ。時代劇かっつの。これでも拙者が忍びではないと。わー、本物のクナイ、手裏剣出せますか？あー、ジャパニーズ忍者かっこいいですね。わーね、ジャパニーズワリサビ、日本の心解く。いきなり分かりやすい外国人化してんじゃねえ。ただの銃刀法違反だろ。おい、お前まさか銃刀法違反グレーでここに入ったわけじゃねえだろ。少子、拙者は忍びの里に生まれし生粋の忍び。影として生き、影として行動する隠密行動を常とし生きてきた。
その拙者がまさか不審者不法侵入で捕まるとは。そりゃそうだろうよ。捕まった時の状況すごく気になるね。だが拙者は忍び、おとなしく牢獄につながれてはいない。忍法を駆使し数々の牢破りに成功。幾度捕らえられようとも拙者の前ではどんな牢獄も赤子同然。同じ脱獄衆かよ。結局捕まってんじゃねえか。15といい勝負じゃん。こんなのと一緒にすんな。ほう、難波刑務所に最強の脱獄衆がいると聞いたが。そうか、君が。だったらなんだよ。いざ尋常に勝負。は？拙者と君どちらがより優れた牢破りか決すべし。おお、脱獄王決定戦ってことか。やるかボケ。ふん、臆したか。ああ、己の実力のなさが露呈するのを恐れ勝負を逃げたかと言ってるのだ。うっぜえな。見せてやるよ、うん、実力の差ってやつをな、うん、忍者もろき。よかろう、では今宵牛の刻。なんだよ今度は。13坊のやつらとはいい関係になったんだろう。それが夕飯の後御用聞きに行ったら。御用聞きって？アンケートも献立表もアニメもお菓子も全然興味なしで追い現れて、すごく冷たいです。興味ない、追い払われた。牛の刻。おい、あのな、なんで俺の後ろにぴったりついてくんだよ。これ脱獄の勝負じゃねえのかよ。少子、忍びとは影に生き常に影となって行動するもの。おめえ、数々の脱獄ってそうやって誰かの後についてっただけじゃねえのか。ふん、忍びは安易に手の内を見せぬもの、拙者の実力はこれから。けでよ、お前らなんでいんの。いや、勝負というのならどちらが本当の脱獄王か公正にジャッジする審査員が必要だろ。忍者の脱獄見たい。見学付きの脱獄かよ。あれ、また鍵変えやがったな。どれどれ。あ、本当。ふん、お見事。下手に進むと床の電流でビリビリだ。え、もう解除したの？早っ。何やら気配が。もののけか。なあ、気にすんなありゃ。てかお前さ、さっきから俺についてきてるだけじゃん。このままじゃ俺が普通に脱獄するだけじゃん。脱獄を決定か。おお、実に興味深いな。こんなことじゃねえかと思ったぜ、てめえら。毎度毎度。また始め。俺たちは脱獄したんじゃねえ。そうだ、この二人の脱獄のジャッジメントだ。そうそう、見学だから。あ、きったね。看守さんに黙って棒を出たら脱獄なんだよ。今こそ拙者の忍法を使うとき。忍法隠れ身の術。うわー、ジャパニーズ忍法。バレてからやってどうする。ジャパニーズなめんな。うわー、ジャパニーズタクン先輩。さすがは難波刑務所の監修、侮れぬようだ。15番てめえ、新入りと仲良く脱獄た、ずいぶん舐めた真似してくれんじゃねえか。あ、ちげえよ、あいつが勝手に。最強脱獄を破れたり。はあ、お前はその監修にはかなわぬと見た。この場を逃げ切ればすなわち拙者の勝利。忍法この葉隠れ、そして忍法巻き飯。
わーい！ジャパニーズ忍者ファキペキ！あ、しまった！自分の周りに巻いてしまった！アホか、お前は！いや、深夜のトレーニングは実にいい。お、何を見ているのだ？いえ、それが主任に言われて監視カメラの記録をチェックしてたら、監視カメラの前になるとポーズを取ってるんですよ、あの新人。はあ、まるで映画スター気取りだな。でもカメラの位置だけは正確につかめてるみたいで決まってるんですよね。単なる目立ちたがり屋ではないか。お疲れ様です。みんな13房に戻りました？ああ、一人だけ覗いてな。一人だけ？あいつは明日から11房に移動だ。その前に朝掃除をさせてやる。あいつ絶対アホだよな。お前は13房に帰れ。寒い。やあ諸君、ショーであります。ああ、ドアが。うまっ。私の相場ヤマト丸だ。聞いてねえよ、朝っぱらから何しに来た。今日は大晦日だからな、正月に向けて正月飾りを作ってもらおうと思って各社房を回っているのだ。馬で？荷物が多いのでな。正月、それってジャパニーズ今！お席お席！お花見もありますね。コミケ行ってみたいで。おめえらまた変なスイッチ入ったな。失礼します。大晦日恒例の大掃除を始めます。大掃除？なんで？日本では年末に大掃除するのが当たり前なんです。しっかりお願いしますね。僕たちがやるの？監守がやればいいじゃねえか。監守は本部の大掃除当番なんです。失礼します。五社悟空、十三社スゴロク、監守長室大清掃担当いたします。ご苦労は。では失礼いたします。うん。おい、始めるぞ。俺に指図すんな、クソザル。失礼します。監視長室大清掃完了いたしました。ご苦労。失礼いたします。監視長、お前の掃除めちゃくちゃ睨んでたぞ。真面目にやったのか？当たり前だろうが。ルルーなんで？みんな1年間ご苦労だった。だが明日からまた新たな1年の幕開け、各自気を引き締めてもらいたい。はい、さて、明日を年に一度にして難波刑務所最大行事の開催、嵐吹くぜ。準備の方は抜かりなくバッチリよん。監視長、各社の代表選抜は決まりましたの？おおよそはな。去年は決勝進出を逃したが、今年こそはてっぺんいただくぜ。やーね、てっぺんだなんて美しくない表現。マスターよ、全てを見下ろす頂に立つ。年に一度その光景を見たくて、私日頃の仕事に励んでいるのよ。昨年は貴様の13社に敗れて優勝を逃した。今年は雪辱を果たす。初めんとこは13房か。あいつらだと面白そうじゃん。冗談じゃねえ、13房が代表じゃフォローで俺の出番が増える。かったるくてやってられるか。監視、締めの言葉を。良い年を。年越しそばうまかったな。紅白みたいな。
明日はおせち料理か。ジュゴ、ジャパニーズ正月ってのはなかなか楽しいな。昔からこうなのか。知らねえ。たっこ、お前日本人だろ。興味ねえし、刑務所の中しか知らねえからな。お、はじめ、これから年越してポーカーやんねえか。これから今年最後の仕事だ。え、仕事？ジョヤの金か、悪くない。うん、今年もいろいろあったね。あったあった。まさか今年お前らと同じ刑務所に入ることになるとはな。4人一緒になるのは久しぶりだな。ったく、ガン首揃えて同じ刑務所の同じ部屋で年越しなんて冴えねえ話だな。でもいい年だったね。もうの、うん、いい年だった。ま、来年もよろしくね。ジョヤの金は煩悩を払うものなのに、なぜ、この金は聞くたびに私の煩悩が増えてゆく。十三坊が代表じゃ、フォローで俺の出番が増える。かっこいい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 。スラスラスラ。年越し脱獄行っちゃう？なんだそりゃ。面白そう。やるか。よーし、今日もやるか。大きな手袋を抜けるとか言って。ラジオドアの始めと回ろう。もう一回。おい、まず適当な金属の棒を用意します。鍵穴に差し込みます。外れます。ほら、道も何だと思ってやる。っていうか説明も雑だ。ふざけんなことやろう。だって外そうと思ったら外せるし、開けようと思ったら開くんだから。勝手に開く方にも原因があると思います。そんな暗黒のヘリクスみたいな理論が通るか。そんなに捕まりてえかてめえ。難攻不落の要塞上、絶対絶命グランプリ。いつだって前向きだけど、へこんじゃうと決まる。性格の人生つまらない。今日も元気に楽しく、ほら一緒に抜け出そう。なんだこのノリは。出して捕まってればいいけど、不純不可解、そんなことない。オバートはこれくらいがちょうどいい。怒られてしまかれて、でもやめられない。だって君は面白くてなんぼ。そうだろう、そうだぜ。刑務所に新年がやってきた。お正月にはアニメ見てゲームをやって遊びましょう。早く来い来い。次回明けまして、ここから本気の新年大会って今まで何だったの。